はいはい。小ネタです。小ネタ挟んでいかないと、はい、もう早い段階でネタ切れすると思うんで、そうですね、今日は小ネタを紹介します。はい、ちょっとずつ、はい、ラバーを貼る時の接着剤塗るじゃないですか。はい、それで今水溶性接着剤の塗る時にスポンジ使って塗りますよね。はい、伸ばす時に使うやつですね。はい、だいたい買うといくつかついてくるんですけど、はい、例えば、こういう、これはアンドロさんのターボフィックスについてくるスポンジ。はい、こういう丸いやつですね。はい、まあこういうのをまあ、実際買うとついてくるんで、はい、これを使うっていう人も多いと思うんですよ。こういうクリップも一緒に入ってますね。これにつけてこれで塗りますね、ささっと。はい、ただお店ではこれじゃないんですよね。これ最初にちょっと入っててもお店だとなくなっちゃいますからね。はい、はい、そうなんです。もう塗る数が違うんで。はい、あとそうですね、正直このついてる丸いやつはなんか挟んで、はい、いっぱい挟んじゃうとこの塗る部分が少ないし、はい、ちょっと挟むと接着剤を含むと重くなるんで、なんかポロって取れちゃったりして。あー、確かに取れたことはあります。ありますよね、この、はい、プライベートで使ってる時とか。はい、だからこれ個人的にはあんまり好きじゃない。たまにそこに溝ついてるやつありますよね。溝ついてるのとか余計に取れやすい気もしない。まあクリップがすごい強いやつとかもあるんですけど、はい、まあいずれにしても僕はあんまりこの丸いのが好きじゃないっていうのと、はい、あとはなくなっちゃうっていうので、そうですね、別のものを使ってるんですよね。はい、お店では。お店で塗る際には、はい、実際どういうのを使ってるかというとこういうものなんですけど、それでいつも塗ってますね。これです。はい、でこれが何かというと、はい、キッチン用のスポンジです。はい、まあこれとそんなに素材感は変わらないですかね。うん、うん、硬さとかこの密度とか、それと比べると柔らかいかなぐらいの。そうかな。まあでもほぼ同じですね。ほぼ同じかな。はい、まあこのスポンジにも結構種類があって、はい、ハードタイプとか、はい、あとはよくなんつうの、はい、掃除用のさ、こうこすると綺麗になりますみたいな、研磨剤入ってるみたいなやつですか。いや、もっと細かい、あ、なんだ、メラミンスポンジっていうのを使う人もいるみたいなんですよ、どうやら。はい、まあただ我々は普段これを使ってるわけなんですけど、はい、それが、こちらです。まあ、はい、普通のキッチン用のスポンジなわけなんですけど、これいつも100均で買ってくるんですよね。はい、大量に。はい、5個入りのやつで、でもこれ自分が馬場に来て、はい、もうその当時から決まって同じものを買ってるんですけど、はい、昔もっとあった、もっと入ってたんですよこれ。時代とともに1個減って2個減ってして、今5個なんです。昔はもっと特用バッグみたいな感じの、もうちょい長くてね、はい、多分8個入りとかだった気がするんだけど、もう5個ですよ今。はい、時代の流れですね。時代の流れで5個まで減っちゃってある程度まで減ったらあっちの方が安くなるとかあるんですかね。でも100円ですから、あるかもしれないけど、まあとりあえずこれを使ってるんで、はい、まあこれこのままじゃ当然使えないので、これを切って使うんですよ。はい、はい、ということで、じゃあ実際に切ってみようかなと思うんですけど、はい、じゃあこれを切りましょう。はい、ハサミで、ちょうどいいサイズに切っていきます。これが普通に台所で使ってる、お母さんが使ってるサイズなんですけど、そうですね、まあ、このまま使うにはもう贅沢すぎるので、これをお店では9等分かな、はい、まず、123つに切って、その1つをさらに3つに切っていくわけです。はい、3分の1ですね。これ3分の1を切って、これをまたさらに3等分します。はい、この状態でお店で使ってるわけなんですね。はい、さっきのこれですね。はい、これです。これがすごく都合がいいことに、スポンジってこっちとこっちでちょっと違う異素材というか、まあ同じなんですけど硬さが違うものがついてて、こっちっていうのは多分頑固な汚れを落とす方なんでしょうね。すごく硬いんですよ。で、ここがこのクリップにちょうど挟むと固定されるんですよ。すごくもう確かにこれ使ってて抜けたことないですね。これがもうすごく良くて、であとは、この丸いのと比較して何ですかね、ここの角、はい、角がとにかく塗るときに鳴らしやすいんですよね。丸だとちょっと難しいのが、この、はい、なんだろう、消しゴムの角じゃないけど、角っこがあるとすごく塗りやすいんですよ。それとあとお店ではやっぱりこう数を塗るので、こんな100円でいっぱい使えるスポンジといえど、はい、結構バカにならない部分があって、はい、これ四角い状態なので最初こっち片方使う、はい、そうするとこれ時間経つと乾いちゃって使えないんですよね。そうですね、固まりますね。なんだけどこっちが使えるんですよ。ああ、今まさにそれ片方を使ってる状態ですよね。はい、だけど捨ててない。これ実は明日こっち面が使えるんですこれはダメなんですよ。まあ取って反対側からつけていってもできるんですけど、相当塗る部分がちっちゃくなっちゃうし、まあ、これはそういった面でも、はい、うん、おすすめ。お店が扱う分にもすごくおすすめ。いっぱい貼る方は何回も使えるってことですよね。はい、でこれが1個で9個、はい、なので5個いくついくつ 45?、はい、45でいいんだよね。あってますあってる。だから100円で45個、はい、まあ1個2円ぐらい、2円ぐらいですか。まあ大体いいぐらいだよね、費用対効果としても。はい、で結構お店なんかで連続で何枚も塗る時とかは一面でもう一気に塗っていけるんで、はい、まああくまでお店で使う時には9等分してるんですけど、じゃあ例えばこれ個人で自分が接着剤使って貼ろうってなった時には、やっぱこの幅が厚い方が一遍でこう鳴らせる範囲が広いんで、そうですね、幅が広い方がいいと思うんですよ。だから9等分までしなくていいと思うんですよね。もうちょい厚くても。最初の3等分が、まあ、2等分だと厚い気もするけど、それぐらいの幅で切ってみましょうか。はい、これぐらいですかね。これぐらい。お、だいぶお店ではリッチな贅沢なリッチな使い方なんですけど、まあ、6分の1サイズってことですよね。はい、そうすると幅がだいぶ、そうですね、これいっぺんにこの塗れる幅がすごく広がるんで、ここまでいくとだいぶ塗りやすいでしょうね。お店ではちょっと贅沢すぎてこれは無理ですけど、そうですね、もし個人でキッチン用スポンジ切ってやろうかなって人はこれぐらい幅取ってもらってもいいんじゃないかなって。6分の1ぐらいでも使いやすく。はい、以上です。はい。まあ塗る動画とか出しますしね。出します。それはまあ別でちょっと見てもらって。はい。はい。バイバイ。